は山根がサイドからクロスがありました。前からですがキーパー出ています。こぼれている、そのままシュート、決まった、藤山のシュート、こぼれ球決まりました。秋田2点目、2対0。よく詰めていました藤山、最後まで粘って、最後はディフェンダーの股を抜いたでしょうか。このクロス、ここのちょっとアンジュースがこぼしてしまいました。これを